トミさん、こんにちは。2018分野別過去問解析プラスアルファ討論民法第1回目の講義を始めてまいります。担当いたします、アレクセン任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、民法1回目入ってまいります。で、この、ちょっと名前長いですね。2018分野別過去問解析プラスアルファ討論ね、ちょっと名前長いですけども、これ名前の通りで過去問ですね。過去問をベースにした討論ということになります。で、民法ですね。民法について申しますとね、ちょっと正直に申しますと、過去問の重要性はそれほど高くはありません。ね、で、これが単答式試験であればね、これ違いましたね。単答ではもう過去問の焼き直しが毎年いっぱい出ますんでね、もう皆さんね、行政法規についても、あと鑑定料についても、あのレックの受講生であればね、あの足別行政法規、足別鑑定料、これを一生懸命やられたと思います。で、実際それでね、合格されている方がいっぱいいらっしゃると思うんですけども、論文の民法になりますとね、それほど過去問の重要性高くない。したがって論文合格者の中ではね、全く過去問やらなくて受かっていく方も決して珍しくはないんですよ。で、なんでかって言いますと、この民法ですね、民法の場合、その出題者の、まあ、先生ですね、出題者の先生、まあ、試験員によって難易度、あと特徴がかなり違うんですよ。特に難易度ですね、難易度ね、ある試験員の時には結構優しい、ある試験の時にはもうめちゃくちゃ難しい、問題文も長いね。したがって全ての過去問が一律に重要なわけじゃないんですよ。そういう意味で過去問の重要性はそれほど高くはない、そういうことなんですね。でもその一方でやっぱりね、一応って言ったら失礼ですけども、やっぱりね、有名どころの先生が試験になられて問題出されてますんで、やっぱりね、私なんかが作るね、予備校の問題よりも奥が深いです。で、中には本当に私もね、もう、まあ、感心するって言ったら失礼かもしれませんけど、素晴らしい出来の過去問も結構あるんですよ。その意味では一度ね、あの全部じゃありません、全部じゃありませんけども、一度そういうね、いい問題、いい過去問についてはね、やっておく価値は十分あるということなんですね。で、それをね、この、 あのプラスアルファ討論ですね、分野別過去問解析プラスアルファ討論で、私の方でね、あの各分野ごとに、あのちょっとこれはね、見といた方がいいな、あるいはさらには見ておくだけじゃなくて答案も書いた方がいいな、そういうね、あの過去問私の方で分野ごとにあのチョイスして、分野ごとっていうのは相続物件、担保物件とかね、そういうことですね。そういう分野ごとに私の方でチョイスして、あのお出ししてますんでね。一応過去問本当にね、いっぱいありますけども、このプラスアルファ討論でね、取り上げているこの過去問についてはぜひしっかりと取り組んでみてください。よろしいですね。で、一応皆さんね、ご存知かと思いますけど、毎回ですね、2問取り上げます。で、1問目の方ですね、ちょっと見ていただきたいんですけども、ね、この後見ていきますけども、このレジュメの下にも上がってますけどね、これですね、この注意ですね、これ他の科目も全部ね同じですけども、皆さんに実際ね、皆さんに実際にあの答案書いていただいて出していただく、レックの方にね送っていただくのは2問目になりますから、問題2の方になりますんでね。したがって問題1、ね、これ問題1ですね、1問目、ね、これについてはあの答案をお書きになってもね、あのレックの方にはあの出せませんので、ね、その点だけちょっとご注意ください。ただね、ただこの1問目の方ね、これ皆さんに答案書いてね、あの出していただくわけじゃありませんけど、ぜひね、この1問目の方もね、もし可能であれば答案書いてみるのもね、十分あの効果があると思います。そういう問題ばっかり私の方で選んで出してますんで、ね、で、少なくともね、この1問目の方ですね、1問目の方についてもね、この後私の方でいろいろね解説をしていきますけど、ぜひね、解説の前に最低限ね、あの答案構成はやってください。答案構成は番号を振ってね、あのメモ用紙でも結構ですからね、番号を振ってね、一応答案構成ね、1番目論点名書いて、結論書いて、当てはめも書くとかね、そういう番号を振って、一応答案構成は最低限やってください、ね。でね、これちょっと答案の書き方の話になっちゃいますけど、私もね、ずっとこのね、鑑定士の民法のね、
受験指導やらせていただいて、で皆さんのね、当連ですね、当連の答案、もう本当に今まで数え切れないぐらい添削してきたんですけども、結構ね、答案構成をしっかりやらないで見切り発車ですね、見切り発車って要するに問題文読んでね、一通り読んで、まあ、これが論点かなって頭に思い浮かべた瞬間すぐペンを走らせて答案を書くっていうことですね。これをやる方は意外と多いんですね。私ちょっと意外だったんですけど、結構個別に、ね、受講生さんと話をすると、いや先生、私答案構成の時間本当短いですよって、問題文読んですぐ書いてますよ、で後で気がついたら、ね、その回答用紙に付け足し挿入する形ですね、で書いてますよって方が意外といらっしゃる。で挿入する、一回答案書いて途中にこんなね、ちょっと書きましょうかね、例えばこういうふうに、例えばね、これ例ですよ、こんな形で挿入して言葉を足すとかね、要するにその何て言うんですかね、この表現をちょっとね変えるねっていう方が結構いらっしゃいますけど、これは添削する側、採点する側からすると印象良くないです。なんでかというと、あ、この人はきちんと答案構成やらないでね、いきなり書き始めたなっていうのがもうありありと分かりますからね。ですからしっかりと答案構成をやる。で答案構成のやり方、さっき言ったようにね、もう基本的にね、基本的には皆さんの方に任せますけど、番号を振る。ね。で、あと1、2、3とか。で、またこの横にね。横1で、この縦1、縦2、縦3。あと横2で、また縦1、縦2、縦3だとか。基本的にまあこれ論点ごとですね。論点ごとに。横1で、まあ1個の論点。横2で、ね。もう次の2つ目の論点。で、この、その中の縦1で問題提起。ね。何々できるであろうか。で、縦2で規範定律。いわゆる結論部分ですね。で縦3で当てはめ、ね、問題提起、規範定律、当てはめ、ね、もうちょっと略して書きますけども、こんな感じ、ね、ちょっともう略して書きましたけども、ね、縦1で問題提起、2番で規範定律、3番目で当てはめ、いわゆるこれ三段論法って言いましたね。三段論法、こんな形で、ね、だからこういう形できれいにね、答案構成の段階で、ね、番号もきちんと振って中身も確定すれば、ね、後でこんな形で ね、これ一つの例ですけども、言葉を挿入するっていうのはね、限りなく減らせます。減らせる。逆に答案構成ね、この番号も振らないで頭の中だけでね、まず最初あの論点書いて、次にこの論点書いてぐらいのね、本当にアバウトな答案構成で終わらせて、いきなり答案書くとね、もう後でこんな文章にね、こんなふうなね、挿入しなきゃいけないような、そんな、ね、答案になることが非常に多いんで、これ非常に印象良くないです。非常に印象良くない、見栄えも悪い、ね、で得てして内容も不十分であることが多いんですよ。自分ではね、一応後で言葉足したから、ね、きちんとした答案になってるだろうと思っても、ね、必ずしもそうじゃないことが多いです。だからやっぱり構成で、特にね、まあ、これもね、個人差があるんで一概に言えないですけど、できれば、まあ、そうですね、1問15分、マックスですね。マックス15分かけてほしいですね。ね。中には10分ぐらいで書き始める方もいます。ね。もうその辺はちょっと個人差があるんで一概に言いませんけど、まあマックスで15分ですね。それ以上かけちゃうと、2時間で2通答案書き切ることが難しくなりますから。ね。ですからまあ、15分ぐらいがマックスですかね。でも逆に言うと15分ぐらいしっかりと構成やって、こういう番号も振ってね。こうやっても中身確定しちゃえば、あとは答案書きながらね、多少考えながらね、答案書きながらも、あ、これ1番だから問題提起、表現はこれでいいかな、で2番ね、これ規範定律、なんか判例のなんかね、規範があったなって、多少考えながら書いたとしてもね、そんなにね、大きく外すことはなくなりますから。で最後当てはめ、ちゃんと事例を見てね、この2番目に立てた規範を最後に当てはめる、ね、あともっと言っちゃうと、問題提起と当てはめ、ここではね、この問題文の A とか B とかね、こう閉じたとか落ちたってもんだとか、そういうのを書いても OK だけどね、2番目の規範定律では絶対にこういう具体名はご法度でした、書いちゃいけない、抽象的に書かなきゃいけないね、当事者だとか第三者だとかね、そういうふうにね、抽象的な表現で書かなきゃいけない、これが規範定律のとこだった。で最後の当てはめ、これ当然当てはめだからね、これ具体名書くのは当たり前、逆に言うと最後の当てはめで抽象的な名前で書くと、これ逆に当てはめになってないから減点されますからね。したがってこの三段論法を踏む時もね、具体名を書いていい、この具体名というのは A さん B さん、
高土地落ちた建物とか、そういう具体名を書いていいのはこの三段論法の中の1番目の問題提起と3番目の当てはめだけでした、ね、これもレックの あの合格基礎答練なんかで私喋ってますね。で、抽象的に逆に書かなきゃいけないのがこの2番の規範定律。これ規範ですから、規範ですから具体的に書いていいわけがない、ね、この規範っていうのはある意味条文と同じですから、ね、条文もあれ規範って言いますから、ね、だから当然抽象的に書かなきゃいけない。なのに A さんとか B さんとか、ね、書いていいわけがない。当事者って書かなきゃいけない、あるいは相手があって書かなきゃいけない、あるいは第三者って、そういうそれぞれ抽象的な名前で書かなきゃいけないってこと。いいですね。これ辺もねちょっと確認ですよ、ね、これレックの合格基礎答練で私かなりうるさく皆さんにお話ししてますんでね、いいですね。こんな形で、まあ、とにかく構成はしっかりとやってください。いいですね。これね、じゃあちょっとこれから中身ですね見てまいりましょう。でさっきも私ちょっと言いましたけども、これね、一応1問目、これね、皆さんに答案出していただけませんけど、一応私のこの解説講義聞く前にね、プチッと、ね、ちょっとまあパソコンなり、あるいは、ね、あの DVD プレイ、プチッと一回止めて、で、ご自分で簡単でいいですから、本当に簡単でいいから、答案構成書いてみてください。その後で私の解説聞いた方がね、あのスーッと入りますから。いいですね。で、あと最後にもう一点。あの2問目ですね。2問目について皆さんに実際に答案書いていただきますけれども、ちょっとあらかじめ申し上げておきますとね、あの皆さんの中でもね、かなり今の民法の力ですね、かなり差があると思います。中にはもう本当かなり あの実力者の方もいらっしゃる。その一方で、いや今度は実は初めてね、ほとんど初めてに近いくらいね、答案書くのはねまだまだあの初学者なんだって方もいらっしゃると思うんですよ。で基本的にはね、皆さんの方にお任せしますけども、もちろん理想はね2問目の方ですけど、1問ね、1時間で書いてください。何も見ないで。何も見ないで。これが理想です。理想。で特にかなり実力をお持ちの方はね、それはできると思うし、やってください。いや、そうじゃなくてね、いやいや、まだちょっとね、なんか見ないと書けないんだって方、ね、あるいは全くの初学者って方、そういう方は別に今回のこのね、あの合冊になってますけど、この解説、ね、これご覧になりながら書いてもいいです。書いてもいいです。ただね、あの解答例丸写しは、できるだけやめてください。もう採点する側見ればすぐ分かります。あ、丸写しだな。で、丸写しはあんまり得るものがないですね。多少その法律特有の表現になれるって意味ではね、まあ意味がありますけど、それ以上の意味はおそらくないと思います。ただ手を動かしてるだけだから。それよりもね、あの解説しっかり読んで、見ながらでもいいから、見ながらでもいいから考えながら、なんでここでこの論点が問題になるのかな、なんでここでねこういう表現になってんのかな、ね、そういうのをぜひ考えながらやってみてください。もちろんその場合は1時間でってわけにいきませんので、別に2時間3時間かけても構いません。ともかくね、あのご自分なりに今のレベルに応じた形でこのプラスアルファ答練利用してみてください。で、あとあの実際1時間で書いた方に申し上げておきますけどね、あの点数は気にしなくていいです。点数は気にしなくていい。別にこれはプラスアルファ答練に限ったことじゃないんですけども、基本的に私いつも言うんですよ、所詮答練は答練です、ね、予備校の答練で、これで皆さんの論文合格が決まるわけじゃありませんので、あくまでも本番は本試験です。本試験の時に皆さんの実力がピークに出ればいいわけだから。ね。答練の点数なんか気にしなくていい。その代わり、採点者がね、特に私なんかが赤ペンで、ね、いろんなコメントを答案に書き込みますから、それはぜひ参考にして、次回のね、あの、糧にしてください。次回改善すると、必ずその点は参考にして。ね。それやっぱり直してほしいから採点者もそういう赤ペンで添削して、ね、そういうコメント書くわけですから。中にはね、私の方で一生懸命コメント書いてもね、もう大体名前見れば皆さんの名前覚えちゃいますから、あ、またこの人同じことやってるな、そういう方結構いらっしゃいます。こちらがコメントしてね、これ直してください、 ね、例えばこの略字ね、答案書くとき略字使っちゃダメですよ、ね、ちゃんと楷書で書いてくださいねって書いてても、次回また略字で書く人がいる。でさっきの私の本当はこれいけないんですけどね、この問題の門、これ略字でしょ、これダメですよ、ね、この点が問題となるっていう時にこの問題のこの略字、ね、これは使っちゃダメなんですよ。ちょっとね、一応私はちょっとね、これは説明のためにあえてこういうふうに使ってます、ね、だけど直さない人いる。そういう人はやっぱり受かってないです、ね、やっぱり自分の弱点は指摘されたらね、確かになんかいい気持ちしないと思うけど、それを直さないと、ね、それを直して徐々に徐々に、ね、自分の力を高めていって本番受かっていく。これが大体やっぱ論文を変える方たちの通常のパターンですから、ね、指摘されたところは素直に改めてください。いいですね。じゃあ1問目解説入っていきますよ。一応50分ですね。随分喋っちゃいますけどね、今回ちょっとね1回目とかいろいろ大事なことも喋りましたけど、この後ね、残り
35分ですかね。ちょっと計算には35分。一応ね、1問50分、ね、解説いたしますんで、ぜひしっかりとお聞きになってください。で、さっき言ったように、一回プチッと止めて、ね、あのパソコンなり DVD プレイヤー一回プチッと止めて、一回ちょっと構成やってみてください。いいですね。やりましたね。今プチッと止めましたね。やりましたね。じゃあそれを踏まえて、ね、これから2回目以降もね、こういう形でやってきますから、必ずね、1問目、ね、簡単でいいから、答案構成やってから解説聞いてくださいね。じゃあ行きましょう。ね。で、第1回目の問題1、こちらですね。いきましょう。で、この問題ね、まあ、ちょっと表現ですね。次の質問に理由を付して答えなさいだとかね、あとこの下の設問ですね、お読みになってて、今までね、本試験だとか、あるいはあのもうすでに予備校のね、登連とか受けられた方はちょっと表現にね、違和感を感じられたかもしれませんね。最近の人と表現と違う。で、これ実はちょっと2ページ見ていただきたいんですけども、これかなり昔の過去問なんですよ。昭和昭和です。昭和48年の第1問ね。で、一応これね、見ていただくと参考条文上がってるでしょ。あのこれもうご存知の方も多いと思うんだけど、本試験の時もね、本試験の時も今はね、必ず1問目2問目ともにこの試験員がこのね、あの問題文に関連する、まあ、条文ね、これ参考条文という形で載っけてくれますんでね。でもこれ昭和これ48年の問題、この時は実は条文これ載ってなかったんですよ。だから昔は本当大変でしたね。しかも六法も貸してくれないんですよ。司法試験みたいにあの六法とかも貸してくれない。だから純粋にこの問題文だけを見て制限時間内に答案書かなきゃいけなかった。もちろんだからレベルはみんな低いですよ。条文見ないんだもん、見れないんだもんね。だからそういう低いレベルでの戦いだった。その辺のね、ある意味あのなんていうんですかね、戦いやすさ、逆に言うとあったかもしれませんけど、でもやっぱ条文が載ってんのと載ってないので、やっぱり回答する方も全然違いますから。で、これは当然載ってなかったんで、私の方でね、このここですね、参考条文鑑定書、私の方であの掲載いたしましたので、一応ご理解ください。その意味で解題ね、解題っていう形で取ってありますんで、いいですね。あとこの問題文、本当にさっきも言ったようにね、実は原文はね、原文もうちょっとね、表現硬かったんですよ。硬かったの。こんな今ね、この例えば設問2のね、2行目点外しなんて言い方あまりしないでしょ。これも一応これは原文残しました。原文通りなんですよ、ね、だから原文もっと硬かった。これ私の方でやっぱりね、あの表現の方あの手直ししても、その意味でやっぱり解題ということになりますんでね、ご理解ください。で、一応いきますよ。で、 A は自己の所有する公土地の近くに信用処理場が建設されて、地価が下がるので手放すなら今のうちであるという第三者 C の虚言、これ嘘ですね。虚言というのは嘘。この言葉も今じゃちょっと使わないですね、あまりね。虚言ね、 C の虚言により公土地をね、これ自分が今まで所有した公土地を時価よりも安く B に売却した。で、登記も B に移転したよ。で、次の質問に理由を付して答えなさいということですね。で、これ今ね、この問題文3行読みましたけど、皆さんこれ読んで何の問題かすぐ分かりました。これまずこれ第三者 C が嘘をついてる、要するに A を騙してる、これを第三者の詐欺、あるいは第三者による詐欺って言いました。これ皆さんすぐピッと思い浮かびましたかね。これは今ね、この3行読んだ時点で気がついてほしいんですよ。で、条文ね、ちょっと見てください。下に上がってますんで、一応96条の2項です。ちょっと印つけます。これ皆さん気がつきました、ね、で、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っている時に限りその意思表示を取り消すことができる。これが第三者の詐欺、あるいはまあ第三者による詐欺、どっちでもいいですけども、の規定になります、ね、で、皆さん普段はね、96条でいくと1項、あとやっぱり3項、ね、これをやっぱり皆さんね、普段と当然これ論点がありますから、重要論点があるんでね、こちら1項とか3項多く目にされると思うんだけど、2項もあるんですよ。2項もある。で、今回ちょっとこれ気がつかなかったって方ね、気がつかなかったって方はこれを機にね、ぜひしっかりと確認しておいてくださいね。あのレックのね、この合格した時もちゃんと載ってますからね、
これ第三者の詐欺、まあ第三者による詐欺と言ってもいいですけどもね、こちら、ね、二項になります。でこれね、通常の詐欺っていうのは、まあ通常の詐欺、これ1個ですね、1個。これは通常は相手方がやるんですよ。ですね。例えば、ちょっとこれ横に書きますよ。例えばね、これ例えば、上の事例でいきますと、A が例えば、こう土地を所有してる。で、それを、ね、B が、騙すんですよ、ね、騙して自分に売らせる、これは売買です。これ AB 間、これはね売買、売買ね。でこれが詐欺ね。これ B がね、 A さん、あんたの所有してる高土地の近くにね、近いうち私用処理場できちゃうよ、環境悪くなるよ、今だったら自分がね安く買い取ってあげるから自分に売りなよ、そうやってね、ありもしないそういう嘘をついて、要するに詐欺を働いて A を騙してね、 A が B にねこうやって売らせた、これが通常です。これがまさに一行が予定している通常の詐欺なんですよ。要するに相手方、これは B を指します。いいですね、 B、 相手方、相手方が表意者 A を騙す、これが通常の詐欺、これは一行です。いいですね。ところが二行は違う、第三者がやってるわけですよ。これね、第三者がやってる。これね、これ一応図がね、このレジュメ後ろに上がってます。これも一応ね、私の方でちょっと作ってますんでね、ちょっと9ページご覧ください。これですね。ね、これ通常であれば今言ったように、通常は相手方 B が表意者 A を騙す、で売らせる。ね、ところが96条2項の第三者による詐欺の場合は、第三者が表意者 A を騙す、こういうことです、ね、これをぜひしっかりと、ね、この事例頭に入れておいてください。いいですかね。これが第三者による詐欺です。こちらね、でちょっと戻りますよ。今度設問が4つあります、ね、でまず設問の1なんですけども、これ A は B に対し錯誤、これ気をつけてくださいね。設問1は錯誤を聞いてる。で、錯誤だから、無効だよね。錯誤無効。これ条文何条でした？何条？一応下に上がってますね。95条。ですね。これももう条文番号をピッと、ね、すぐ言えるぐらい、ね、勉強やっててくださいね。こちら。こちら。いいですね。で、あれ？さっき上では第三者による詐欺を見た。でも設問1でなんで錯誤なの？と。でこれも今までね、合格基礎講座等でいろいろお話をしてきましたけども、騙す、騙されたら、まあ、この事例でいくと A さんですね、近くに信用処理場ができるっていうふうに第三者 C から騙された、騙されると当然誤信をします。表者 A は、あ、そうかと、そうかとね、それでその誤信に基づいて内心的公開意思を形成し、最終的には表示行為を行っている、いわゆる意思表示を行っている、ね、だから錯誤も問題となるってこと、ね、だからこれ覚えておいてくださいね。これ合格基礎講座の中でも散々やりましたけども、詐欺が問題となった時は錯誤、ね、も問題となるということ。だから詐欺が出てきたら錯誤の論点もすぐ頭に思い浮かべるようにしてください。よしですね。よしですね。で、この錯誤ですけども、当然これはいわゆる動機の錯誤です。動機の錯誤。だからここはこの設問1は動機の錯誤をここ書かなきゃいけない。ね。これ第三者 C が虚言、ね、第三者 C の嘘によって A は誤信したわけですよ。ああなんだ、自分の土地の近くに信用処理場できちゃう、環境悪いな、地価が下がるな、ね、これが動機でしょ。動機、動機に誤信がある。でその後ね、これ B に安く売るわけだけど、売ることについては A は意思持ってますよね。内心的公開意思も表示行為もありますね。売るよ、売るよ、売るよっていう内心的公開意思で、実際売るっていう表示行為、 A は B に対してやってる。この点については何だ瑕疵はない。そうですね。だから
動機の錯誤が論点になります、ね、で次この設問の2ですけども、仮にと A が B に対し錯誤を理由に売買の無効を主張しうるとすると、と、ね、こちら錯誤無効主張前、これがポイントですね。ここは錯誤無効主張前に B からさらに公と地を転売し、ね、まあ、今で言えば転売、ね、転売っていうよりも今転売って言いますね。転売しとは言わないですね。でもいいや、とってもね、転売し移転登記を得ている D に対し A は公と地の返還を求めうるかとですね、うるか。ということはこれよくこの説問のねに見てほしいんですけども、これ A が錯誤無効まだしてないんですよ。してない、する前に D が B から転売した、これは何の論点ですか。何の論点、こちら、これは錯誤無効主張前、これねの第三者の論点です、ね、これも合格基礎テキスト載ってます。あとレックの効果民法にも載ってますね。これ皆さん気がつきましたかね。まあ、今回ちょっとよく分かんなかったって方もね、この問題を機にね、押さえておけば OK です、ね、そういう形でどんどんね、その時できなくてもいいんですよ、ね、しっかり復習して次にできるようにしていく、これが勉強ですから、ね、穴埋めていく、これが勉強ですから、ね、これで押さえておいてください、ね、でこれ一応事例ね、あ、ごめんなさい、事例図ね、この図が、やっぱり9ページに上がってるんだけど、これしっかりとね、この順番ね、これは見てくださいね。こことここ見るべきところはこことここ、ね、D が B から買い受けたのが4番目、これ全部時系列です。順番 1,2,3 とかね、この順番しっかりと見てくださいね。もう民法っていうのはこの順番が変わるとガラリと論点も変わっちゃいますから、特に説問の2、これね、これはまず D が B から買い受けたのが先、4番目で、最後に5番目 A が B に対して錯誤無効主張ね、これする、だから錯誤無効主張前の第三者の論点、いいですね。これこの時系列非常に大事ですからね、民法のまさに根幹って言っても過言じゃありませんね。この順番間違えると全然違った論点になっちゃいますからね。で次この設問の3番に行きます。 A は C の詐欺を理由に B に対し意思表示を取り消しうるか、詐欺を理由ときたら条文何条、何条、96条、さらには何項でした、これさっきやりましたね、これ2項です。2項聞いてます。だって C は第三者ですからね。第三者 C の詐欺を理由に取り消し得ますか、これです。だからまさにこれは設問の3は96条の2項、これは聞いてます。でこの条文ね、ちょっと見ていきますよ。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていた時に限りその意思表示を取り消すことができると、いかがでしょう。で皆さん聞きますよ、この相手方っていうのを上の事例でいくと誰、これは相手方、これは B ですね、いいですね。で第三者が詐欺を行った、この第三者は C で、さらにその次の相手方、これも当然 B です。ってことはこの第三者による詐欺の場合は相手方 B がその事実、その事実って何、これ A が C から騙されたということ、いいですね。 A が C から、あ、詐欺によって、ね、騙されたんだな、これがこの事実です。これを知っていた、知っていたって何、悪意です。いいですね。時に限り意思表示を取り消すことができると、ね、これ気をつけてください。一個と違いますね。一個の条文構造と、これ相手方です。相手方の頭の中、主観面を見ます。でもし相手方 B が、あ、 A さん気の毒になって C に騙されて、それで俺にね、あの売ってんだな、これを知ってた、この場合はこんな B を保護する必要はない。だから A さんに、ね、意思表示の取り消しを認めてあげる。逆に
B がもし知らなかった、ね、A が C から騙されたってその事実を知らなかった善意ですね、その場合善意、この場合はやっぱりね、相手方 B を保護してあげる必要があります、ね、第三者 C から騙された A よりも相手方 B を保護する必要があるってことで、その場合は取り消すことができないということ。いいですね。だからここは A と、この C によって騙されて意思表示をしてしまった A と、そして相手方 B とのね、こちら、A と B とのこれですね、まあ利益考慮って言いますかね、ちょっと難しい言葉で言うと、ね、はかりにかけてどっちを保護すべきかな。B が悪意だったらね、A さんを保護する。逆に B が善意だったら B を保護する。そういう形で96条2項は処理してます。であとちょっと注意してほしいのがね、ここは悪意だけです。これ事実を知っていたまたは知ることができた場合、要するにこれ有過失の場合は含みませんからね、この過失の有無は問いません、問いませんね。これが他の条文なんかとちょっと違ってますんで、ここは純粋に悪意だけです、悪意だけです。だから知っていた時に限りになってて、他の条文なんかでいくと、知っているとき、または、ね、知ることができた、ね、いわゆる有過失です。有過失、過失がある、過失がある、ね。そういう場合については対象としてません。だから過失があっても、ね、この場合については、これ、取り消すことができるようになりますので。いいですね。こちら。あと、あくまでも、要するに、相手方 B の頭の中については、これ、悪意だけ。悪意だけ。いいですね。悪意だけ。だから、もし、B がこれが善意だった、善意だったね、さらには過失があったとしてもどうですか、善意ですよ、善意だから善意有過失、善意有過失の場合はこれは B さんが勝つ、だから取り消すことはねできないようになりますから、あくまでも B が知っている時です、知っている時、ね、知っている時はさすがにもう B さん保護しなくていいでしょう。逆に善意有過失、知らないね、A が C によって騙されたことを知らない、知らないことについて過失がある善意有過失、この場合はね、この場合についてはこれ取り消すことができるようになりますから、よろしいでしょうかね。まあこのところですね。ちょっとこの辺の条文ね、ちょっとなかなか普段ちょっとね見ないんで、皆さんちょっと悩まれた方いらっしゃるかもしれませんね、でもこれを機にちょっと一回条文整理しておいてください。やっぱり詐欺のところはやっぱり重要ですからね。どうしてもね普段の勉強って論点ですね、さっきの動機の錯誤とかね、そういうね典型論点の方にどうしても目が行きがちですけど、やっぱり条文をしっかり見る、しっかり読み込む、でさらにはその条文構造をしっかり押さえておくっていうのはやっぱ大事ですからね。その辺ぜひね特に重要条文についてはね、しっかり条文読む、そういう癖もつけてくださいね。以上、そういうところです。それがこの設問の3になります。ですね。こちら。あ、そうですね。ごめんなさい。さっき私これね、善意、これ有過失、ちょっと書きましょうかね、これね。善意有過失の場合どうなのかとか、ごめんなさい。ちょっと一応書いておきますね。でこの場合はこう何回も言いますけど、悪意の時に限って取り消すことができる。だから善意有過失、この場合は A さんは取り消せないと、ね、ごめんなさい、さっきちょっと言い間違えたかもしれません。ちょっとねこれしっかり伝えておきますからね。だから相手方 B が詐欺の事実を知っていた時に限り、これ限りですからね、 A は取り消すことができるよ。だから B さんがたとえ過失があったね、ちょっと気をつければね、 A が騙されてるっていうのは知ることができたでしょ。そういう有過失の場合でも善意であれば、善意であればやっぱり A さんは取り消すことができないということになりますんでね、ちょっとごめんなさい、もう一回実行ね正確にお伝えしておきます。であとね、この設問の3、もう一個論点があるっていうのは皆さんお気づきになりましたこれはね、まあ、気がつけば相当のまあ実力者、気がつかなくてもいいです。二重項です。二重項。詐欺と錯誤の二重項の論点。これ問題になります。どういうことかっていうとね、これ一応設問1で動機の錯誤問題だったでしょ。これね。で、設問の3で
第三者による詐欺、これが問題になったでしょ、ね、するとこれね、設問の3で、ね、これ詐欺を論ずるときに、これ前提が錯誤無効、ね、錯誤によって無効主張できる、そんなものを改めて取り消せるのかといういわゆる二重項が問題となります。これわかります？二重項ってどんな論点だったか、ね、詐欺と錯誤の二重項っていうタイトルからしっかりと押さえてほしいんだけど、錯誤の場合は、ね、無効、詐欺の場合は取り消し得る、それぞれ効果が違う、ね、法律効果が違う。で、無効、錯誤無効の無効というのはほっといても効力はない。それに対して詐欺の効果、取り消し、取り消しというのは一応効果は生じている、それを改めて、ね、効力がないようにする、これが取り消しだった。だとすると、ね、今言ったように一応取り消しっていうのは一応効力あるんですよ。一応効力があるのを前提にしてそれをチャラにする、簡単に言うとね、これが取り消しだとすれば、もしこれ錯誤無効を主張できる、無効なんだったらもうね、前提が無効なんだから取り消しなんてのはありえないんじゃないの、これがこの論点でした。これが二重項、いいですね。だからしっかりここね、このロジック、この論理構造をしっかり押さえてください。そうじゃないとこの二重項の論点で結構スポッと抜けるから、いいですね。だから一言言うとね、一言で言うと、そもそも錯誤無効で無効、ね、無効なものを詐欺取り消し、取り消せるのかと、これは簡単に言うとこれがこの二重項の論点です、ね、取り消しってのは有効前提にしますから、初めから無効の後は取り消しなんて話にならないんじゃないの、でこのイメージはしっかりと頭に入れておいてください。そうすると、ね、結構ね、論点を見つけやすくなると思います。特にこの詐欺と錯誤、さっき言ったようにね、詐欺が問題となったら錯誤も問題となるよ、言ったでしょ。そしたら次、いいですか、3番目に二重項です。今のもう一回言いますよ。まず1番目詐欺ね、いいですね、詐欺が問題になった、本件はまあ第三者による詐欺だけど、例えばこれ相手方による詐欺でもいいんですよ。96条1個の場合もそう。とにかく1番目詐欺が問題となったら、2番目錯誤、錯誤もっと言うと動機の錯誤で、3番目二重項、今見た詐欺と錯誤の二重項、この3つは3点セットです。3点セットでしっかりとパック化して頭入れておいてください。そうすると論点落ちが本当にね、減るから、いいですね。で最後4番目ね、で仮に、詐欺による A の取り消しが認められたとすると、ね、これね、これがちょっとこのくせ者なんですよね。なんか錯誤、設問の1と2ではこれ錯誤錯誤でしょ、で設問の3では詐欺、ね、で設問の4でも詐欺ってことで、ね、なんかね、錯誤と詐欺をね、なんかこう本当にね、こんなごちゃごちゃ、ね、ごちゃ混ぜって言ってちょっと言葉悪いですけど、これ聞いてくる、これがちょっとこの本物のね、ちょっと分かりにくさですね、これね。でちょっといきますよ。で仮に詐欺による A の取り消しが認められたとすると、当然これさっきのこれです、設問さんの第三者の詐欺だから B が悪意ですよ、悪意、いいですね、と認められるとすると、と取り消し前に、また出ましたね、ここもちょっと記しておきますよ、ここね、 B から公土地を転売し移転登記を得ている D に対し A は公土地の変化を求めうるか、これは何の論点、何の論点、これ取り消し認められる、ね、要するに相手方 B が、ね、悪意だった、悪意だったところが、ね、第三者が登場している。じゃあこの第三者いつ登場したか、取り消し前だから、取り消し前の第三者、いいですね。こちらこれも最後、これね、論点表ちょっと論点見ていただくと、最後4番目、いいですね。したがってこれが条文でいくと96条3項の鍵括弧第三者の論点です、いいですね。これが言い換えると、これが取り消し前の第三者の問題でした、いいですよね。96条3項改革第三者、いいですね。こちら一応こんなとこですね、ざーっと今ね見てきましたけども、まあ錯誤を聞いたり詐欺を聞いたり、まあ、結構まあ賑やかな、本当に過去問ですね、この昭和48年の第一問。若干ちょっと聞きにくい、ちょっとね聞き方がちょっと分かりにくいって言いますかね、
なんか作業を聞いたりさ、ね、あの策を聞いたりとか、ちょっとその辺が分かりにくいですけど、一応ね、あのまあそうですね、一応私の方でちょっと表現も改めて皆さんの方にね、あの一応分かりやすく、あのこう問題文ちょっとね、こうデフォルメして一応ね、あのご覧いただいたつもりなんですけども、ちょっとまだね表現分かりにくいってことあれば、ちょっとねこれちょっとね、あのちょっとご容赦ください、申し訳ないですね。もうちょっと手入れた方がね分かりやすかったかもしれませんね。じゃあちょっと改めてですね、あのこの後回答例でそれぞれの中身を見ていきましょう。で一応ねこれ今ずっと論点皆さんに、よいしょ、見ていただいたんですけど、設問1で動機の錯誤で、設問2で錯誤無効主張前の第三者、ね、で設問の3と、あ、ごめんなさい、あと設問の3で、この3番と4番ね、この1番が設問1、2番が設問2で、この3番と4番が設問の3でした。第三者による詐欺96条2項、ね、相手方が悪意の場合に限って取り消せるよ、だから善意有価質だったら、ね、取り消せないよとやりましたね。これ条文当てはめるだけでした。あともう1個、結構皆さんね見落としがちですよねって言った20項、この2つが設問の3ですね。で最後設問の4がこの取り消し前の第三者、ね、条文でいくとこの96条3項の鍵括弧第三者でした。で全部典型論点ですね。ね、強いて言うとちょっとこの3番、これが条文だけなんでね、96条2項、まあ、これも合格基礎テキストに載ってますからね、一応まあ基本的に全て、まあ、典型論点って言ってもよろしいかなと思います。したがってちょっとね回答例ですね、回答例でちょっと改めてね確認をしていきましょう。レジュメの10ページですね、レジュメの10ページをご覧ください。よいしょ、こちら。でさっきも言ったけど、こういうね答案構成の時に番号を振って、で実際答案の中でもこういうふうに同じように番号を振ってくださいね。これちょっと書き方の、あの話になって恐縮なんですけど、やっぱりね皆さんの答案採点してるとね、こういう番号を振らない方が多いです。多い、中には開業もしない、もうベターと書く方いますけど、非常に印象良くない、ね、当然採点するのは人間ですから、あの単等式試験みたいにコンピューターが処理するわけじゃありませんのでね、やっぱり採点者が少しでも読みやすく気を使うっていうのは、やっぱり試験受かっていく上でね大事な心得じゃないかなというふうに私は思います、ね、でまたこうやって番号を振ることによってね、自分のね皆さんご自身の頭の中も整理できますから、ね、で番号の振り方は基本的に決まってませんけど、一応ね、まあ、最初は横1で次に縦1縦2とか、まあ、これが一番オーソドックスです。で特に司法試験だとか、あるいはあと公務員試験でね、あの法律科目の、あの答案ですね、やっぱりこういう法律の答案書く場合はこういう形式面をねものすごくうるさく注意されます。したがって鑑定士の民法においてもね、私は基本的にねこういう番号をきちんと振ってくださいね、開業もしてくださいね、で答案の一番最後はねこれですねこれちゃんとこの以上この二文字書いてくださいね、これやっぱり全部法律系のねこの試験の、こういう答案を書く試験のやっぱり鉄則なんですよ。他の司法試験でも公務員試験でもこういう法律系のね答案書くあの試験においてはね、こういう形式問非常にうるさく指導しますからね、鑑定士でも同じで。ちなみに皆さんね、これ最後のこの以上ってこれなんで書くか知ってます？なんで？結構これもね私採点するとね書かない方多いんですよ。多いですね。なんだろうと思うこれは途中答案でないことを示すためなんです。途中答案でないことを示す。どういうことかというと、この回答例はねもうギリギリまでびっしり埋まってますけど、例えばね皆さんの答案がねこの20行目ね、例えばちょっと変な話ね、この登記が必要か、ここで例えば文章終わったとするじゃないですか。終わったとする。でこの以上を書かないで 1,2,3,4,5 これ5行これ余して答案終わる、この以上書かないとなると、採点者は場合によってはこの答案を途中答案、要するに完結してない答案というふうにね読み取ってね判断して減点する可能性があるんですよ。あるの。もちろん中身見てね、あ一応ここで20行目で終わってるな、もちろんちゃんと試験員がね判断してくれればそういうことはないでしょうけど、場合によってはねこの内容文章が必ずしもその辺が判然としなくて、なんかこれ途中答案っぽいな、試験員が判断すれば当然それは減点の対象になります。だって完結してないんですから。
そうでしょ。だからそうじゃないことを示すためにね、例えばもしこの答案が20行目で終わってれば、この21行目のすぐ下にこの以上を書くんですよ。そうすれば20行目で答案が完結してるっていうのを採点者にちゃんと示せるでしょ。ね、そういうこと。だから最後のこの2文字の、ね、たった2文字だけど以上っていうのはそういう深い意味があるので、法律なんかもいいけどね、ちょっと恐縮ですけど法律系のね、こういう答案を書く試験においてはこういう形式面本当にね厳しく指導しています。また実際受かっていく方たちね、司法試験でもあとあの公務員試験でもね、そういう法律系のね、あの試験受かっていく方たちは本当に素直にね実践しますんで、鑑定士試験においてもね、あのぜひその辺はあの遵守なさってください。何回私がコメントしても直さない方結構います。でも損するのは皆さんですからね、私は皆さんに絶対受かってほしいんで、そういうつまんないところで減点ね、あのしないように気をつけてください。よろしくお願いします、ね、でちょっと続きますよ。でちょっと前のページ10ページね。でまず設問1ですけど、ちょっと止めていきますよ。 A は B に対し錯誤を理由に売買の無効を主張できるかと、ね、これいわゆるオウム返しです。どういうことかというと、これ私もねいつも言ってますけども、これ設問1の問題文見てください。同じでしょ。 A や B に対し錯誤を理由に売買の無効を主張しているか、ね、これです、オウム返し。でこういうふうに書けば、ね、ちゃんと問題文、これね問題提起をきちんと試験員が聞いている形で同じ文章で書けばね、その後の論述が大きく外れることないんですよ。これをねしっかりここのね試験員がこの問題文設問1で聞いてるこのね問題文から離れて自分で別の表現でね問題提起書く方に多く見られるのが全然違った論述の流れになってくるんですよ、ね、だからこれ問題提起これ素直に使って、私オウム返しって言ってますけど、これを使えばあとはどうなります。売買の無効主張しうるしえないの二者択一の結論しかないんですよ。それ以外の結論ありません。だけどこの試験員が聞いてるねこの文章から離れた表現で問題提起書くと結構第三の結論って言うと変ですけどね、違った流れになる方が結構いらっしゃいますんで、だから私は基本はもしね問題全部じゃありません、全部じゃありませんけど、こうやって問題文がねこれ問題提起で使える場合には素直にオウム返しに使って書くことを進めています。これ、ね、でちょっと続けますよ。ですなわち A は C の虚言を信じて高土地を B に売却しており動機に誤信がある。ここはまだねこれちょっとテクニックですけど、ここで動機に錯誤があるとは言わないんですよ。動機に誤信っていうふうにちょっとワンクッション置くと次につながります。こっちで動機の錯誤、これはテクニックです。こっちで動機の錯誤ね、いきなりここで動機の錯誤と書くとね、これ何の説明もなしにいきなり動機の錯誤が答案中に出てくるでしょ。で逆に動機に誤信って書けば一応遠回しにねこの動機の錯誤を説明しているように読めるじゃないですか。これがこの表現のミスなんですよ。いきなり動機の錯誤は書くと何動機の錯誤って何なのっていうふうに採点者は突っ込みたくなる。だからね一応遠回しにこの動機の錯誤を説明するんですよ。それが動機に誤信ってこと、これを書くと一応遠回しに動機の錯誤を説明したことになりますから、で動機の錯誤は95条のこれも忘れないでくださいね。ちゃんと条文でね95条の中の鍵括弧錯誤ちょっと見ますよ。それはこれですね、ここいいですね。ちゃんとこれね条文の文言を答案で引用するときはこうやって鍵括弧をつけるっていうのはこれが鉄則です。例外のない鉄則なんで、これもさっきちょっと言いましたけどね、これもやっぱりルールなんで守ってください。いいですね。これ何も書かないとこれ鍵括弧つけない単に錯誤となるとどこの錯誤なの、そういうふうになっちゃいますから、採点者どこを指してるのか分かんなくなりますからね。であと2番、この点95条の錯誤を内心的公開しと表示とが一致しないことを表示者自身が知らないことで、これはもうね通説 の定義ですね。これは正確に書いてください。いいですね。錯誤の定義を書く、結構書かない方いますからね、書いてください。これが法律の基本ですからね。その条文の文言を解釈するんであればその条文の文言の意味を書くね、これ通説です。これ当然のように書いていいですから。内心的公開しと表示ね、表示行為って書いてもいいです。とが一致しない、
で、さらにはそれを表示者自身が知らない。ここポイント2つね。内心的公開しと表示との不一致、ね、でもう1点目が表示者自身がその不一致を知らない、ね、この後半書き落とす方結構いらっしゃるので気をつけてください。ですね、この不一致までしか書かない方結構いらっしゃいますけど不正確ですから。でこういうふうに解する以上動機の錯誤は95度の錯誤に当たらないとさっき説明しましたね。あくまでも動機に誤信がある。だからその後の内心的公開心にも表示行為にも何ら表示者自身これね誤信はありませんから一致してますから、ね、だから錯誤に当たらないはずだよ。そういうことでしたね。でしかしとこのような結論では表示者保護という95条の趣旨を実現することが困難になると。で他方と、ね、動機の錯誤が常にここ常にポイントね常に95条の錯誤に当たると今度逆に動機を知り得なかった相手方に不足の損害を与える、ね、あるいは取引の安全を害するって書いてもいいです。この辺はもうお決まりのパターンね。もうレックなの高架期民法の論証そのままですね。これはバッチリしっかりと書いてください。でそこでとね、表示者保護と取引安全の、まあ、合理的調和って書いてもいいですの見地から動機が明示または目次に表示されて意思表示の内容となっている場合にのみ錯誤に当たるよ、ね、この辺の言い回しもねもう皆さんしっかり正確に、あと明示目次表示ね、動機が明示または目次に表示ですね、これ表明って書くから時々言いますけど不正確です。表示、ね、これ もう学者がもう、ね、こぞって使ってる表現なんでそこは素直に従ってください。ここ表明というよりも表示の方がいいです。表示、ね、こちらであと当てはめ、これもぜひねここで意外と当てはめってね点差がつくんですよ、ね、今三段論法の問題提起を見てで2番目の規範定列、これもさっき言ったけど規範定列これ規範ですから抽象的に書くんだ、だから A とか B とか一切出しません。だからここ表意者と書く、表意者っていうのはここで言うと A です。ここで A って書いちゃいけないんですよ。 A の保護という95条の趣旨を実現するって書くとダメです。これはね、ここはさっきも言ったけど三段論法の2番目規範定ですから規範だから抽象的に書く、したがって A とか B とかね、高土地とか落ちたものとか具体名は書いちゃダメ。こういう表意者とかね、これあと相手方とかね、相手方は B でしょ、だからここも B って書いちゃダメなんですよ。相手方って書かなきゃいけない。で、ここもさっき言ったように表者。これも A って書いちゃダメです。表者って書かなきゃいけない。ね、これがもう法律の答案の決まりだから、素直に従ってください。お願いします。ここね、で、あと当てはめね。A は C の虚言を信じて、高土地を時価よりも安く B に売却しており、動機は少なくとも目次的に表示されていると言えると。まあ、こんな形で認定しちゃっていいです。ちょっと問題文はっきりしてないんですよ。はっきりしてないからちょっと明示とは言いにくい。だからまあここがちょっとぼやかして、まあ、目次に表示されてるかなと、ね、そんな形ですこちら、ね、で錯誤に当たるよ、ね、でこれで終わっちゃダメなんですよ。また他にも95条の錯誤無効を主張するための要件が2つあった。だからその2つを認定しなきゃいけない、当てはめなきゃいけない。またこのような錯誤がなければ A のみならず一般人も意思表示をしなかったといえ要素の錯誤に当たる、ね、これが次の要件です。まず1個目の要件が何個も言いますけど、ね、まず錯誤に当たるか、ここで動機の錯誤を論ずる、で錯誤に当たるよ、これが1個目の要件ね。でも残り2つ要件がある、ね、2つ目がこの要素の錯誤に当たるか、でこれもしっかり書いてください。ちょっとアンダライン引きましょうかね。であとさっきのこれ定義ですね、こちらね、ちょっとね、あまり書くとちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうんでね、ちょっとあまり書かないようにしてるんですけど、こんな感じね、これもぜひしっかりと上のね錯誤の定義と同じようにこの要素の錯誤もね、こんな形もうこれ当てはめる形でね、当てはめる形でこの要素の錯誤ね書いてます。これで OK です。当てはめなんでそんなに要素の錯誤とはこれこれこうであると、じゃあ本文これに当たるだろうかというふうに書くと丁寧だけど、ちょっとそれ書くとね全体のバランスを失しますから、他にも論点いっぱいありますからね。だからここはこんな形でもう当てはめる形で要素の策を書いてもらえば OK で、で注意してほしいのがここね、この2つですね。ここは表示者 A のみならず一般人、これ2つを基準にしますから、 A だけだとどうしてもちょっとね一方的に過ぎる、だから世間一般を基準に取り込んでこれを目安にしてこれ判断すると、
ということですね。取引の安全、ね、すべきか、あるいは表依者を保護すべきか、その辺を判断する、そういうことでしたね。こちらで最後3番目、これが無重過失、ね、表依者 A に重大な過失があってはいけない、無重過失でないといけない、これが3番目の要件だからね。ここぜひしっかり固めておいてくださいね。もう一回言いますよ、もう一回言いますよ。95条の錯誤無効を主張するための要件は3つ。1つは錯誤に当たることで、ここで動機の錯誤を論じてください。中にはね、2番目の要件の要素の錯誤のところでこの動機の錯誤を論ずる方いますけど、誤りです。完璧な誤りですからね。このまず1個目の要件の錯誤に当たるか、ここで動機の錯誤を論ずる。で2番目の要件が要素の錯誤ね、表者 A のみならず一般人もね、その錯誤がなかったらそのような意思表示しなかったと言えるかどうか、これは2つ目。3番目の要件が無重過失で、本文もこれちょっとね、問題文から必ずしも判然としないから、こういう場合はね、重大な過失がない限りね、こういう形でぼやかしていいです。こういうのを場合分けって言いますね。場合分けって言いますね。これこういう特に主観面ですね、主観面について問題文から明らかに分かるんであればいいんだけど、明らかに分かんない時にね、無理やり認定するのは避けてください。かえって印象が悪いから。だからそういう時にこういう場合分けをするんですよ。ね、重大な、もし重大な過失があれば錯誤無効主張できないとか、あるいはここみたいにね、重大な過失がない限り錯誤無効主張できるとか、ね、そういうのをこれ場合分けって言いますから、これうまくね、使いこなせるようになると非常にね、あの民法の点数も安定するようになりますよ、これ。ね、一応これ錯誤随分じっくり見ましたけど、大事なところですね。であと次の設問にですね、これ錯誤無効主張前の第三者です。第三者で A は公土地の、返還を求めうるかと、こちらですか。でこれも一応オウム返しにしてます、これね。だから結論はね、返還を求めうる、あるいは求め得ない、2つに1つどちらかしかないね。で AB 間の売買契約が錯誤により無効となると、D は無権利者 B からの譲り受け人となり、ここなんですよ、登記に更新力がない、これ書き忘れないでください。登記を信じてもね、権利は取得できないよとかですね、登記に更新力なくで、さらには第三者保護規定もないんですよ、これ。95条は96条の詐欺と違うってことね、ここまで書けるといいですね。ちょっとこれ参考にしてくださいね。で D は原則、こう原則です、所有権取得できないと、ね、しかしと、それでは D が不足の損害を被ると、ね、取引の安全の保護の必要性があると、そこでと、ね、これどうやって保護すべきか法律構成問題となるよっていう、この原則論を示す、次に不都合性を示して問題提起を論じてます。非常に丁寧でしょ。特にこの登記に更新力がないところは絶対忘れないでください。で結論についてはね、これも公家権民法に載ってますけど、96条3項の類推適用ですね、これ使ってください、ね、今回ちょっと気がつかなかった方もね、いいですよ、これでね、一応頭入れとけば OK ですから、ね、で理由がこれです。理由はしっかり理解しておいてください。詐欺取り消しの場合よりも表依者保護の要請のより弱い錯誤無効の場合にはなおさら第三者保護を認めるべきだからであるって、この理由の意味わかります？一回読んでどうでしょう。これ錯誤の場合と詐欺の場合比較してるんですよ。で詐欺の場合ね、詐欺の場合についてはこれ第三者保護規定がある、そうでしょ、全員の第三者対抗できない、取り消し対抗できないっていう規定がある、ね、詐欺の場合第三者保護規定ある。だけどこれ錯誤の場合第三者保護規定ない、で両者を比較してみてください。どこを比較するかというと、表依者です。表依者、詐欺によって意思表示した表依者と自ら勝手に誤信して錯誤に陥って意思表示した表依者、共に表依者ね、比較してみてください。どっちが奇跡性が大きいか、要するに責任が大きいかとかですよ。で確かにまず詐欺の方ね、騙されて意思表示してる、確かに騙されるには騙されるなりのやっぱりね、落ち度はあったのかな、その点では責められるべき点は確かにね、詐欺によって意思表示した人にもある。だけどその一方被害者的な側面もある、なのにね、被害者であるのに
詐欺の場合は第三者保護規定を設けて第三者を保護してる。いいですね。でそれに対して錯誤の場合ってのは誰かに騙されたんじゃなくて自分で勝手に誤信してんでしょ、ね、なのに第三者保護規定がない。これは詐欺の場合と均衡バランスを失するんじゃないのかな、そういうことです、ね、だから共に憑依者を比較すると詐欺による、ね、憑依者の方が、ね、まだ奇跡性がちっちゃい。錯誤の場合の憑依者、これ勝手に自分で誤信して意思表示してる、ね、なのに第三者保護規定ない。要するに憑依者は、ね、錯誤によって意思表示した憑依者は取り戻しちゃうんですよ。これはバランスが悪いでしょってこと。いいですね、これね、これがこの表現です、ね、で従って96条3個これ当てはめね、これの類推適用、類推適用、ね、これで保護するよ、この流れを押さえておいてください、ね、で次今度設問の3ですね。でこれについてはね、一応まずね96条2個ここね、やりましたね。悪意であれば、悪意であればね、悪意の場合は取り消せるよ。だからそうじゃなければ、さっき言ったようにね、これ善意だったり、あるいは善意で有過失ね、過失があってもやっぱり善意であれば取り消せないよ、取り消せないよ。結局相手方の頭の中主観面を見るんでした。これが96条の2項だったね。であともう一点ね、結構皆さん見落としがちですよって言った、それが次のこれね、あの二重項の論点ね、錯誤無効を主張できる場合でも詐欺取り消し主張できるのかね。で一応こう簡単に簡潔に書きました。ちょっと全体のバランスもあるんでね。で憑依者は詐欺による取り消しと錯誤による無効のいずれかを選んで、で どちらでも好きに選んで主張できるよ、できるよね。これが結論、判例通説です。でなぜならと、共にやっぱり憑依者を保護する制度だからだよということでね。まあ理由付けここ結構簡潔にね書きましたけども、これね、まあちょっとあのもうちょっと書くっていう方はこのレジュメの6ページですね、レジュメの6ページですね、こちらもう一個理由があります。こちらね、法律的概念はフィクションに過ぎないので無効な行為の取り消しも認めるからってことで、これがさっき実はこの二重項がなんで問題になるのか、いわゆる問題の所在って呼んでますけどね、これに対する答えが実はこの2つ目の理由なんですよ、ね、あくまでもこれね無効だって言ってもフィクションだよ、全く存在しないってことじゃないんだよ、ね、だから、ね、取り消すってことも、ね、認められるんだよ、あ決して相入れないものじゃないんだよ、そういうことなんですね。これだから、まあ、一応2つ書けると非常に説得力がありますけど、ただここはねもう本当に他にも論点いっぱいありますんで、ね、この理由だけでも OK です。で最後当てはめですね。で最後説問の4ですけども、これはもうね96条3個の鍵括弧第三者です。でこれがここねちょっと12行目、第三者とはこれ必ず書いてください。取り消し前に取引関係に入った第三者を言うよ。ちょっとあんだら引いておきましょうかね、ここね、これです。で取り消し前で、やっぱりここは正確に覚えておいて、だから本文も取り消し前だなね、取り消し前の事例だな、この D ですね、 D がね、この A の取り消し前に B から口頭を買い受けているな、分かった時点で、あこれ取り消し前の第三者だから96条だな、ね、これがすぐピッと反応できるようにしておいてください、ね、で理由付け、ね、これもしっかりと書けるようにしておいてください。96条3項の趣旨は取り消しの訴求項により権利を奪われる第三者を保護し、もって取引の安全を図る点にあるからであると。もうちょっと言うとね、取り消しの訴求項、これ121条本文で規定しています。取り消しの訴求項を制限してね、この第三者を保護する規定だからであるというふうに書くとちょっと深みが出ますね。これ結局制限します。だからあくまでも取り消し前に取引関係に入った第三者に限られるんだよ、ね、これいわゆる後出しじゃんけんですから、後から取り消す、だけど訴求項ある、それじゃ第三者無権利者になっちゃうでしょ、だからその訴求項を制限する、ね、これが趣旨だから、この第三者も取り消し前入った利害関係に入った取引関係に入ったものに限るんだよ、そういうことでしたね。で一応ちゃんとこれも当てはめをしてください、ね、三段論法の3番目。であと次、あと次にこれ D が善意だからもし有価してある場合、ね、これ論点です。これ2つ目ね、 D は善意の第三として保護されるのか、すなわちと善意とは善意無過失を意味するのか、これが2つ目ですね。96条3項、この取り消し前の第三者の論点の場合にはね、ここ論点3つ、これも3点セットです。
まずは今ご覧いただいたこの改革第三者の異議です。これ書いてください。でもしこれで取り消し前の第三者に当たらないんであれば、当然2番目3番目の論点は出てきません。だからここでこれ書いたら逆に誤り、いいですね。だからこの1番目の論点で、ね、この取り消し前の取り消し前に取引関係に入った第三者だな、だからこの96条3項の改革第三者に当たるなって認定した上で、最後2つの論点論じてください。で2つ目がね、これ無過失が必要かと、ね、で結論ここもねかなり簡潔に書きました。善意で足りるよ、過失の無過問わないよ、条文上ね善意としか規定してないでしょ。これも詳しい理由付けは他にね、ちょっとこれスペースの関係でこんな風に簡潔に理由付けは来ましたけど、もうちょっとね理由付け書けるよって方は解説で、ね、解説させて確認しておいてください。で最後3番目、登記の要否です。登記の要否でこれも不要だよ、で条文上要求してないからね。でこれも2番目と同じでね、もうちょっと理由付けしっかり書ける方ね、ちょっとこれスペースの関係でね、ちょっとこういう風に理由付け短くしましたけど、書ける方はもうちょっとね解説差し参照してちょっと補っておいてください、ね、で最後当てはめて結論ね、こういう形になります。そして随分ちょっとね時間オーバーしましたけどね、まあこんなところですね、いかがでしょうね。じゃあとりあえず一旦これで終わりまして、この後10分間の休憩を挟んで、その後いよいよ1時間で1問ですね、次の2問目の方の問題をねぜひ答案書いてくださいね。じゃあとりあえず一旦これで終わります。